フィリピン移住のですね、したい方からのご相談で生活する環境について教えてくださいということですね。日本人がマニラに住む場合、僕も今マニラですけれども、セブに住む場合、クラークに住む場合、クラークっていうのはまあマニラのと同じ島の上の方ですね、ちょっとマニラの、地図でいうと上の方、あのアンヘレスがあるところですね。あとはまあ日本人がダバオに住む場合ということで、それぞれのですね、生活する環境はどんなものがなのかというところなんですけれども、それぞれ の滞在した目的によって変わるかなと思います。生活環境はそんなに変わらないですね、どの場所も。SM っていうあの SM シューマートですね、要は、結構大きな資本のですね、チェーン展開のモールがあったりとか、あとアイアラとかですね、ロビンソンとかそういう展開してるのがあって、スラムとかあのローカルエリアと、あとコンドミニアム、外人のエリアがあるってぐらいで、夜遊びしたいか、リゾートで遊びたいか、ビジネスしたいかとかで考える。